本日サムネでちょっと釣っちゃったかも。ごめんなさい。こんばんは、ももかわチャンネルです。はい、今お風呂上がりでございます。はい、今回は毎月恒例ももかおすすめのスマホアプリ紹介、イエイ。はい、お待たせしました。というわけで今回紹介するアプリはこちら、タウンハウス。見たことある方はいるんじゃないでしょうか。で、これうちすごい今ハマってるアプリで、普通にうちよくアプリを探すストアでよく探してるんですよ、アプリをね。で、たまたまこのタウンハウスっていうのを見つけて、で、面白そうだなって思って入れてみたらめっちゃ面白いんですよ。で、どんなゲームかっていうのを簡単に説明すると、皆さんテレビでテラスハウス知ってます？テラハ、それの完全なパクリ、いや、インスパイア系でございます。もう文字とかも全部それっぽいの。まあ、とりあえず口で言ってもわからないと思うので説明しながらやっていきたいと思います。でね、結構うちプレイしちゃったんですよ、好きすぎてね。なのでちょっと途中からなんですけど、どんなゲームかっていうのをね、ちょっと伝えながらできたらいいなと思っております。レディーゴー。タウンハウスめっちゃ綺麗じゃない。はい、こんな感じ。うちがなぜか男役なんですよ。もう最初から決まってんの、選択とかできなくて。で、まず最初の方は男女8人、男子4人、女子4人で集まって、こんにちは、はじめまして、みたいな挨拶して、ここから一緒にテレビ番組でね、暮らして仲良くなりましょう、みたいなね、恋愛をするゲームみたいな感じなんですけど、結構修羅場が訪れたり、まあいろいろ自分で選択肢があるんですよ。で、選択肢選ぶことによって展開がまた変わってきたりとかで、すごい面白いんですよ。今このタウンハウスはもうずっと常にライブっていうかカメラが回ってるんですよ。絶賛ライブ配信中という設定です。ではね、じゃあちょっとつぶやくをして、上のゲージが満タンになったらストーリーが始まります。この連打がめっちゃ大変なの。ほら、ここね、うちがサトシュンっていう人なの。ケリーポムポムさんにフォローされました、うちツイッターですごくさ、こういうのうちね、いろんな人にフォローされてるので、この炎上素材っていうのをうち今3個溜まってるんですけど、使うと何秒間にすごいフォロワーが増えるんですよ。で、フォロワーが増えると物語が始まります。ほら、うちね、ほら、りょうちゃんとか、これ完全りゅうちぇるさんですよね。とか、はじまり部長とかさ、すごくない？トカゲあやことか、めっちゃいるの、そう。ほら、うちがね、好きな、渡辺ビヨンセとかね、そういっぱいいるんですよね。グレーゾーンの人たち。なんと、この方たちに私今、フォローされております。今、フォロワーが408,777人でございます。これを今までつぶやいた、ここで連打した数です。すごくない？ほら、つぶやくほどフォロワーが増えていくんですよ。で、この上のゲージがつぶやきにごとね、ほら、どんどん溜まっていくでしょ？緑が。で、アイテム、ちょっと炎上素材使います。ゴー！で、ここで、ちょっとね、増えるのが早くなります。この後ろでなんかいろいろ歩いてる子たちいるじゃないですか。その子が私と一緒に今暮らしているメンバーです。で、この今手振ってる子をタップすると問題ふっかけてくるんですけど、それに答えるとルビーっていうのがもらえるんですよ、ダイヤのね。それはあんまいらないんで、私はあんま答えません。まあ、どんどんレベルがあって今結構ね上がってってます、ね。めっちゃこれ大変なんだよ。ちょっと今一気に使っちゃいました。あ、はい、今ね、レベル上がりました。称号がそこそこ有名人から超有名タレントになりました。すごいね。こうやってどん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 自分の有名ランクっていうか、まあそういうのを上げていくっていうのもあります。でね、あ、もうちょっとですね。で、結構ね、今56万人ですね。もう10万人くらい増えた。もうそろそろだ。おー、しきました。じゃあ、始まりますよ。8時19分。これでタッツンっていうめっちゃイケメンの人。ああ、俺二日酔いになったかも。僕も頭痛いな、サトシュンは。ああ、俺は大丈夫だけど、サトシュンね、うちサトシュン。昨日はサンキュー、すごく楽しかったよ。それ昨日、うちがさっきやってたのは、このタッツンが誕生日で、誕生日パーティーをした今、次の日です。喜んでもらえてよかった。カリン様っていうのは、そのタッツンの彼女。彼
かりん様の企画力の素晴らしさな。はは、そうかもな。さあや、さあやっていうのは、そのタッツンに片思いしてる子。でも、彼女がいるけど好きっていう子なの。で、そのさ、そう、ここで、さあやちゃんが、そのタッツンに、その誕生日プレゼント用意してたんだけど、まさかのそのかりん様が全く同じ誕生日プレゼントで、どうしようっつって逃げ出しちゃったってところで終わってます。あ、え、あ、そういえばさあや、あの後大丈夫だったかな。俺、ちょっと見てくる。これがスーちゃんっていう、うちと、両思いっていう、なんか、最初の方は両思いだったけど、今ちょっとずつ崩れてってるってところ。あ、スーちゃん。サトシュン、おはよう。今ちょうど寝室に寄ろうと思ってたんだ。さあや、昨日、帰ってきてないんだよ。え？私たちも心配してたんだ。ベッドに寝た形跡がなくて、昨日どこに泊まったんだろう。マジか、あいつどこに行ったんだよ。今日、カズのミュージカルだよね。カズっていうのはもう一人のメンバーね。ミュージカルだよね。何時に行く？ああ、確か15時開演だったから、13時30分には出よう。女性陣に伝えといてくれる。オッケー、伝えとくね。おお、サトシュン、サーヤいた。いない。サトシュンがなんかいないらしいです。サトシュンじゃない。サーヤが、なんか昨日、いや、なんで渡せなかったっていうので、出てっちゃってからいないらしい。昨日サーヤ様子がおかしかったよな。どうしたんだ。タッツーは誕生日プレゼントをくれよって思ってたのに気づいてないから、お前のせいだってうちは分かってるからね。サトシュン、お前、怖い顔してるけど大丈夫か。え、あ、あ、大丈夫だよ。もうこんな感じでどんどんストーリーが進んでいきます。まあ、ゲームっていうよりかは結構まあ恋愛寄りのドキュメンタリー的なまあ面白いところもあったりで、すごいなんかそういう漫画読んでる感じなのかな。じゃちょっとこのまま選択のところまでちょっと進みます。はい、見てください皆さん、今ね選択肢が来ました。で、今のところのなんとなくのストーリーはなんかそのマヤリン、マユリンだっけみたいな子が、そのなんか電話してて、なんか行く時間、みんなで一緒に出かける時間なのに来なかったんですよ。で、様子見に行ったら誰かと電話してて、そんな、え、なんでみたいな話をしてて、なんでだろう。で、今、大丈夫か、何の話してたのって、どっちで聞こうかって今話です。この二択が来た時だったら、皆さんだったらどうしますか。大丈夫にします。それとも、何の話してたのって聞きます。私だったら何の話してたのにします。大丈夫だと、なんか結構今までのなんか選択肢だと結構恋愛に真っ先で結構叩かれてたんですよ。この中でね、ガツガツしすぎて結構視聴者さんに叩かれてきたんですよ。そこ聞く？みたいな。え、そこ何？え？みたいな。だからちょっと視聴者さんのためにも女の子が喜ぶ大丈夫？よりも何の話してたの？でいきたいと思います。で、こんな感じでこのゲームには恋愛の選択もあるんですけど、同時に番組の出演者として視聴者さんにどう見られるかっていうのもあるんですよ。だってもしさ、女の子がめちゃめちゃこうやって喧嘩してたらさ、ちょっと見たくなったりするじゃん。それと一緒で視聴率が下がっちゃうと、これ打ち切りになるんですよ。打ち切り、もうやめようってプロデューサーがなっちゃうから、視聴率も上げなきゃいけないのよ。だから恋愛もしなきゃいけないんですけど、同時になんか番組を盛り上げる要素を作っていかなきゃいけないっていうさじ加減が難しい。そう、ここあえてズケズケ言っちゃいます。何話してたの。マユリン、何話、マユリンだ。何の話してたの。随分と深刻そうだったけど。うん、なんでもないよ。ほらほら、来た来た、ほら、気になる。マヨリン、深い闇を抱えてる気がするぜ。ほら、これ視聴者さんのコメントね。いいでしょ？いい感じでしょ？そうか。なんかあったらいつでもいいよ。なんでもないって。ごめんね、待たせちゃって。早く行こうか。あ、あ、っていう感じ。で、いろんなね、それでめちゃめちゃ叩かれまくってきました。あのね、セリ、なんだっけ？うち名前なんだっけ？セリシュン？まあ、私の名前なんでしたっけ？なんとかシュンで、クソシュンって呼ばれてますからね、この中で。視聴者さんにはクソシュンと呼ばれております。まあ、YouTuber アンチコメ来ても特に傷つかないんですけど、ちょっとこれに関しては、ちょっとクソシュンに関してはちょっと若干傷ついております。まあ、とりあえず、こんな感じでございます。はい、というわけで今回は、ももかおすすめアプリ、タウンハウスをご紹介しました。
どうでしたか皆さん、めちゃめちゃ面白そうでしたよね。もうね、この JCJKJS もう絶対楽しい。でね、もしこれがね、タウンハウスが結構評判良ければ、あのね、パパちゃん、まあサブちゃんの方でちょっとパパと一緒にね、ノー編集ノーカットでダラダラゲーム実況とかし始めるかもしれません。でもこれね、ゲーム実況の動画って意外と見られないんだよね。これちょっと見てほしいな。本当面白いからやってほしい。本当に面白い。まあね、こちらゲーム実況するとはまでいかないとしても、本当に面白くておすすめのアプリなので、ぜひ試してください。こんな感じでね、月に1回ももかのおすすめアプリ紹介させていただきたいと思います。今回私的に今一番ハマってるゲームで、1日1回は必ずやっております。ぜひインストールしてみてください。あ、こちら無料でございます。ぜひ皆さんの暇つぶしの参考になったら嬉しいです。皆さんおすすめのアプリなどあればコメント欄にお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。よっしゃ、やりますね。はい、やりますね。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、ぜひ見てみてね。こっちのボタンをクリックして今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram もやっているので、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。グッドボタン、コメント待ってます。それではバイバイやー。